どうもこんにちは、ガです。こんにちは、ガキだ。一月遅れてしまいましたので、9月10月まとめて2ヶ月分お気に入り大紹介。本当であれば毎月やりたい企画ではございますが、一月ではこれをいいと判断していいかどうか迷うものも結構ございます。なので今回は9月10月まとめて発表することにしました。というのが言い訳でして、本当は9月末に撮る時間がなかなか取れずすみませんでした。でもですね、9月とあと10月の中旬ぐらいまでですね、使ってみて、これは本当に気に入ったな、これからも一軍の棚に置いておきたいなっていうものをピックアップしてきました。新しく一軍の棚に期待も込めて置いていたものたちの中から、今回ですね、特別に君たちは一軍にいてもいいよと、もうすごいズズしながら、すみません、僕なりにちょっと判断をさせていただきました。ということで早速紹介していきます。まずは洗顔部門ですね。メガ割でもですね、この2つ紹介してきましたね。はい、1個目は VT リードルショットクレンザーでございます。皆さんも大好きシカリードルでね、 VT さん今めちゃくちゃ売れに売れております。マジで尋常じゃない量売れているそうなんで、 VT さんはこれからもう本当に安泰ですね。シカリードルが38万本も入っているクレンザー、つまり洗顔フォームですね。多分ね、目代わりでも僕がね、実際の使用感とか泡の感じもお見せしてるので、もしよかったらそちらもチェックしてみてください。そしてもう一個、これも目代わり3本目かな、メディキューブのレッドフォームクレンザーでございます。これは3年ぐらい前だか2年ぐらい前だかで、僕がもともとすっごい気に入ってた洗顔フォームなんですけれども、どちらもですね、実際にやっぱ使ってて、9月10月非常に良かったなと、結構リピートしたなと、毎日の洗顔の中でね、普段使っていたものとして、結構朝も夜もこっちは割と使っていましたね。で、朝はなるべくもうとさーっとやってすぐに洗い流す感じでした。で、夜使ってるとやっぱりね、肌の張り感は上がってくるなっていうのを感じますし、何より突っ張りにくいですよね。で、メディキューブのレッドフォームクレンザーはちょっとだけ突っ張りはあるんですよ。っていうのも、これはですね、しっかりと角質ケア成分、ピーリング成分が入っているので、その分これからの季節にはすごくいいんですね。特に夏もそうでしたし、秋から冬にかけても非常にね、人間の肌って角質が取れにくい季節柄でもあるんですね。なので日々の洗顔フォームでもしっかりと角質を落としてケアしてあげるといいですね。で、1週間に1回もしくは2回ピーリングをしてあげるとよりいいですね。まあ、これもね、ピーリング成分入ってるんですけど、そんなにすごい強いよっていうわけではないんで、毎日使っても問題ないです。この2つは結構使ってて良かったかなっていう印象ですね。ニキビができた時にめちゃくちゃ気に入ってて、愛してやまないこのレッドシリーズね、メディキューブの。本当にニキビできたらマジこのレッドシリーズのセラムの方、あれはマジでいいです。ぜひ使ってみてください。で、洗顔本はこの2つが9月10月のお気に入りに入りました。おめでとうございます。では次、化粧水部門。今回ですね、結構9月から10月にかけても普段使っている一軍の化粧水の他にはこれしかちょっと試せませんでした。ちょっとこれ以上新しいものを試す余裕がなかったので、この3つを主に使って僕は判断しましたね。その結果ですね、一軍に残ったものはアスタリフトと国潤です。残念ながらトニー・イサラボンさんは先にちょっとこれをね、落とした理由をお話ししますと、あくまでも僕の肌に合わなかったよっていうお話でもあるんですが、豆乳のね、シワ改善&シミ対策化粧水と書いてあって、ナイアシミドとピュアレチノール、まあ、要は純レチノール、ビタミン A ですねが入っていると。シンプルにですね、純レチノールが入っているのであれば、これ劣化相当早いです、この容器でこの感じだと。なのでこの 200ml という大容量の中に劣化せずに入れるってなったら相当な低い濃度ですね。なのでほぼ入ってないって言っても過言でないぐらいの量しか入ってないんじゃないかなっていう感じですね。どちらかというとナイアシミドで美白の効果を得つつ保湿の化粧水なのかなっていう感じでした、僕の使用感は。あと何よりですね、これを使ってて僕が続かなかった理由がエタノール臭がちょっとすごくて、もちろんここにもエタノールも入ってるし、フェノキシエタノールも入ってるので、フェノキシエタノールは防腐剤としても入れてあるんだと思うんですが、その代わりパラベンは入っていませんね。で、エタノールのね、ちょっと匂いがね、続かなくさせちゃいますね。ちょっと強いんですよね。で、多分大豆のその発酵の匂いもおそらくあると思うんですけれども、その豆乳由来のね、とはいえやっぱちょっとね、エタノール臭がやっぱ僕には匂いがってなっちゃって、なのでやっぱ香りって大事だなと改めて思いましたね。そしてこの2つを残した理由はですね、これからの季節にもよるんですが、単純にアスタリフトのこのね、これ全部新商品なんですけど、今3つともね、アドバンスドローション、マジで保湿力高いし、何よりこれ1個でアルビオンの導入乳液あるじゃないですか、あれと同じような感じで、これちょっと7日させた確かワセリンが入ってるんだっけかな、
多分そうなんですけど、それのおかげでやっぱ保湿をしつつしっかりとねその後のスキンケアも導入しやすい状態にしてくれてるなっていうのがあって、でしかもワセリンがちゃんとナノ化されてることによって肌表面に膜を張らないっていうのがすごい良かったですね。で、極潤はシンプルにこの値段でこの保湿力さすがですねっていう感じでした。ヒアルロン酸はねマジでいくらでも欲しいので、これはマジで1000円で 170ml でこのオイルフリー、アルコールフリー、パラベンフリー、ましてこれからの季節はいやすごいいいなと思いました。1点だけね、毎日使うのはちょっとめんどくさいなっていう点としてはベタつきが結構ありますね、まあ、その分保湿力はすごい高いんですけど、だから僕みたいに乾燥肌はマジでおすすめです。2つとも乾燥肌、混合肌、オイリー肌はこっちの方がおすすめかなって感じですね、うん、なのでこの2つを新しく使用した中でもお気に入りとさせていただきました。値段帯が全然違うんですけどね、アフターリフトの方は4000円ぐらいするんですが、ちょっと富士フィルムさんもうちょっと値段下げてもらえませんかねで極潤はねもうマジコスパいいですね、さすがです。そして美容液部門3つございます。9月10月使ってお気に入りだったもの、じゃんじゃん、はい、1個は普通に僕強酸でも使ってたんですけど、これ多分強酸じゃなくて現物強酸のみで僕がもしテストしてたらここまでこの商品の良さにはたどり着けなかったと思うんですね。強酸で僕が実際に本当に事細かくまで調べるからこその良さがあったなっていう感じでした。ということで1個目、ダマトリローズマリーピュアアンプルです。まあ良かったね、これも本当に肌の荒れもね防げるし、何より夏って汗結構かいたんですよ。韓国行っててもそうなんですけど、汗を夜拭くじゃないですか。でメイクも落として、洗顔の後にも化粧水の後にこれを塗ってて、すごい肌が落ち着いてきてるなってのを感じたんですよね。そこがすごい良かった。何よりローズマリーのこの濃縮な抽出過程がね見れて、これはちょっと舐めてたなとここまで鎮静効果の高いアンプルだったんだっていうのを実感しましたね。そして両脇の2つ、これ9月におそらく棚のね一軍棚の総入れ替えで新しく期待も込めて一軍に載せていただいたものの中からも改めて本格的に一軍となった2つでございます。まずこちらからバイオヒルボですね。ビタミンレチノールリペアアンプルという名前でございます。反射して見づらいかもしれないんですが、あー見えないよね。レチノールこれも入っています。ビタミンももちろん入っているんですけども、シワ改善と美白両方を兼ね備えてくれています。単純にこれね使い心地がすっごい滑らかで、このスルーというテクスチャーの中にこの伸びの良さがマジで良かったんですよ。はあ、この香りをちょっと香り嗅いでください。これがね夜のスキンケアにマジで良かったですね。でこのしっかりとツヤ感も出つつのレチノールでしっかりとね肌のターンオーバーケアと角質除去とケアとね両方もう全部できるっていうのがマジで良かったですね。シンプルにブライトニングのケアとしてめちゃくちゃいいアンプルだなっていうのと、あとリペアアンプルっていう名前だけもあって、しっかりと肌のもし傷ついたりとかこうやってニキビ跡がまだ残っている場合のリペアがすごい早いなっていう風に実感しましたね。単純にやっぱ一番は使い心地ですね。あと何より作った会社がコスマックスさんなんですよ。でコスマックスっていう韓国ですっごい有名な工場があるんですね。いろんなブランドさんがその新商品出すときって、自社工場がある会社はいいんですけど、アモレパシフィックみたいにね、そういうのがない会社の場合って大体有名な工場さんと提携をするんですよ。だつまりどこのブランドで出そうがコスマックスが出している商品だったら割と試す価値はありっていう風に僕はちょっと認識してるぐらい、コスマックスっていうこの制作の方の会社を信頼しています。失礼ですけどバイオヒルボを信じたっていうよりは後ろのこのコスマックスが作った新商品っていうのでちょっとテストさせていただいたっていうのが正直な感想です。ちょっと怒られそうですけどね、もう最近怒られそうだけどさ、正直に言わないとなんかさ協賛動画を本当に正直に言ってるのにそれすらもなんか疑ってくる人もたくさんいるんですよね。わかるんですよその気持ちも、ちょっと言わされてるんでしょみたいな。マジで僕本当協賛動画でも自分で構成全部書き上げてて、本当に自分でいいと思ったことしかやらないんですよ。断りますもん、だって協賛別にもういいんですもんもう溢れてるから、一軍なんてもうすでにあるので、それよりも興味をそそるものがあった場合のみテストして、あこれ良かったって思ったら協賛を受けるんです。それをねなかなかね新規の方々だとやっぱね信用してもらえなかったりとするのが心苦しいですね。まあでもその信用もね勝ち取っていけるように、いいと思ったものをいいと言うだけの本当お仕事をしっかりとやっていこうと思います。ということで3つ目はこちら、アイスですね。アクニドクターファーストコントロールセラムでございます。アクニドクターシリーズ多分僕が上半期の本当にすっごいすごい好きな洗顔フォームでもねアイソイがあるんですけれども、それのアクニドクターのセラム
ですね。これもですね、本当にニキビケアとかニキビ跡のケアにすごい良かったなっていう印象ですね。だから今回この2つを選んだのはどちらかというと鎮静目当てで選んだっていうイメージですね。普段あんまりニキビできないんですけれども、ちょっと夏から秋に切り替わるこの季節、朝暑くて夜寒くてみたいな気温の変化でちょっとだけ肌が少し荒れ気味になったりとか、ちょっとバランスが崩れちゃったりした時にこの2つがマジで優秀でした。ちょっと騙されたと思って、この2つだけでもいいから使ってみてほしい。本当にもう全然違います。自信持って言えるぐらい。ただあいそれ高い、もうちょっと安くしててって感じですね。ダモティルさんはね、セールの時はマジで安いので、セールの時に買うのが狙い目です。通常時ちょっと買うには高いかな。バイオヒルボンも同じですね。セールの時が一番狙い目ですね。ということで、この3つが今回のノミネートの美容器部門です。では最後、クリームですね。クリームは今回ですね、9月10月3つ試したんですけど、1個だけかなっていうことで、はい、じゃん、ドクター G でございます。ブラックスネールエマルジョンでございます。クリームではなくエマルジョン、つまり乳液です。あまり普段僕が乳液を使うことはないんですけど、これをクリームとしてね使うとすごい良かったですね。あのブランの、名前出てこない、上半期めちゃくちゃ気に入ったベスコスにも選ばせていただいたブランのクリームがあって、それと似たような感じでしたね。でこれね、お気に入りではあるんですけど、人にはあまりおすすめできません。いや、あの中身が悪くておすすめできないっていう意味ではなくて、単純に高すぎておすすめできないです。でも一応気に入ったものはちゃんと言おうと思ったのでちょっと出しました。まずシンプルにスーパーエイジングの乳液ですね。もう弾力ケアがレベチもちろんスネールシーズンで保湿力も高いし、弾力ケアが本当にリフトアップがすごいですね。そこでしかもちゃんとね美白もできるっていう、いやすごいなと思いましたね。ただこれちょっと1万何千円かするので、あまり人にはおすすめできないかなっていう印象でございます。でも本当に良かったです。使用感としてはスネールだからもっと伸びとするんじゃないのって思うかもしれないですけど、普通の、ほら見てください、ちょっと柔らかめなクリームと似てますよね。エマルジョンなんですけども、普通にクリームとしてもすごい良かったです。あとこの高級感漂う香り、あー素晴らしい。でこの滑らかさとベタつきのなさが本当に夜のクリーム代わりとしてすごい良かったですね。いやー素晴らしい。さっきのバイオヒルボのこれともねすごい相性いいんですよ、この2つが。わーこのツヤ感、いやー素晴らしいそしてこのもっちもちとした保湿力とベタつかなさ、だから多分他のスキンケアでベタついたっていう方、最後にこれ塗ると意外とベタつきなくなるので結構おすすめです。ただ高いのであんまりこれ買ってくださいとは言いにくいですね。でちょっとクリーム1個だけ紹介するのもあれかなと思ったんで、9月10月におすすめしたいクリームですね、すでに僕が一度お気に入りで紹介している一群のクリームたちですね。じゃん、この2つです。1個はアビブでございます。復活層クリームだったかな、確か違うかな、多分合ってると思う。でこっちはエストラですね。アトバリア365クリームでございます。この2つを選んだ理由はですね、秋冬の保湿が非常に重要になってくるので、しかもこの2つに関してはマジで保湿力高くて、かつ油分感がそんなにないんですよ。だからオイリー肌の人でもしっかりと水分だけを補って油分をちょっとコントロールしやすいクリームの2つですね。特にエストラの方がコントロールとしてはいいですね。アビブのこの復活層クリームは僕みたいな乾燥性敏感肌の人に非常におすすめです。すっごいこってりとしたクリームなんですけど、これがマジで保湿力高いのでめっちゃこってりはしてるんですよ、こんな感じで。で伸びもまあさすがにこのドクター G の乳液に比べたら伸びはそこまで良くないんですけど、しっかりと塗れば本当に朝まで、なんならもう本当に20時間ぐらい保湿力持つんじゃねえかっていうぐらい。特に冬の時期はメイクがよれやすいじゃないですか、ほうれい線とかにちょっと跡がついちゃったとか笑った時にね、これを軽く塗ってからメイクしてください。本当に全然変わります。弾力も上がるしね。うん、ということで、9月10月お気に入りの紹介でございました。皆さんも多分いろんな商品使ってると思うんですけど、今回珍しく僕がマツキヨとかでね買えるようなドラッグストアをね選んだということで、なかなか新商品だからこそテストしたけれども、本当に気に入ってよかったなっていう感じですね。よかったら皆さんもぜひおすすめなどあったらコメント欄に書いてください。あとは TikTok の方でですね、僕随時皆さんの Q&A やっていますので、お肌の悩みとかスキンケアの悩みとかいろんな悩みあると思うので、組み合わせとかね、そういったものをあの TikTok の方でも募集しておりますので、 TikTok のコメントもしくはこの YouTube のねコメント欄でぜひとも書いてください。そしたら僕がねその質問に答える日が来るかもしれません。さすがに全部は難しいと思うんですが、なるべくね今 Q&A で答えていこうとしております。目指せみんなの肌の味方ヒョクということで、以上ヒョクでした。バイバイ。